はい、えー、それでは今日も動画を撮っていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が普段1、えー、日1冊本を読んでその内容をレビューすると、 いいう内容でお送りしていますで普段は、えー、ビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他については、えー、心理学とか英語学習についての本なんかをご紹介することが多いです。でこれまでに450冊以上の本を読んできたんですけれども、えーまあ、今日はですねその中から20、えーまあ、5冊、えー、面白かった本をご紹介したいと思います。 でえーとまあ、早速進めていきたいと思うんですけれども今日のおすすめの一冊は「えー、こちらです、えー、と気にしない」というタイトルの本で、えー、森本飛鳥さんというです、ね、プロ野球選手元プロ野球選手の方が書かれている本です。でこの本は飛鳥、まあ、さんがですね、えーまあ、多分経歴としては日ハムが一番長かったと思うんですけれども、えーまあ、その日ハムの、まあ、野球選手になる前にですね、まあ、あの幼少時代から、まあ、どういった人生を歩んできたのか。 とといいうここをまあ書いてる本なんですけれどもあの,この、まあ、トレードマークって言ったらあれなんですけど髪型もですね実はその病気の影響で、えーまあ、こういう髪型になってしまったとでそれが小さい頃からまあ病気が発症してしまって、えーまあ、みんなからバカにされたりとかいじめられたりとか、まあ、そういった辛い経験も味わわれてきたとで、まあ、そういった経験を通じてですねあの時としてうーんとプロ野球選手として大成功した人とは思えないような、まあ、怖いこう弱い一面とか。 えーまあ、何かから逃げてしまうような経験もあの率直に書きながらそれでもまあ前を向いていくために、まあ、どういったメンタリティーでまあこれまでやってきたのか、まあ、それがこの「気にしない」という言葉に集約されてるんですけれども、まあ、そういうことを書いた本になります。であのもちろんいきなりその結論にたどり着いたわけではないということが、まあ、あのこの文章からよく分かったんですけれども、まあ、とにかく、まあ、あの他人を気にせずシンプルに、えーまあ、楽しく生きると。でまあ 何事もポジティブに捉えていくというようなことを学ばせていただけた一冊でした、はい、で次の一冊はですね、えー「仏教・キリスト教死に方・生き方」というタイトルの本になります。でこの本は、えーとまあ、仏教の、えー、僧侶でいいのかな をやられている方、玄勇宗久さんという方とキリスト教のシスターである鈴木秀子さんという方が対談形式で書いている本なんですけれどもあの、まあ、仏教とキリスト教の中身についてはですねちょっと私勉強不足であの100%理解、えー、しているわけではないので、えーまあ、ちょっと思い出せない部分も率直に言ってあるんですけれども、まあ、特に印象的だったのはですねその死というものに対しての捉え方ですね。ななかなか普段我々生活をしてて、いいいると、えーまあ、死というものについて 考える機会はないですけれどもそしてあのまあ私の周りにはあんまりこうあのすごく近い人でまだあの亡くなった方っていうのがあまりいないもので考える機会がなかったんですけれどもあのその死っていうものをまず真正面からまあ捉えるとでやっぱりまあ宗教っていうものを持ってるとですねあの人のまあ葬式やあのまあ葬式ですねに立ち会うことっていうのはあ,のあると思うんで、まあ、このお二人っていうのはまあ普段からそういったことについて非常によく考えていらっしゃると思うんですけれども、まあ、その死っていうものをまず向き合い 捉えていくとでその捉えた上でじゃあそれをまあ,あの当然のものというかあのごく自然に捉えてですね、えー、まあ、それをまあ家族とどのようにして、えー、まあ、死んでいくかというかちょっと変な表現なんですけれども、えー、まあ、その死に向かっていくかというまあ、その姿勢についてこう、うん、まあ、あの考えさせられる内容を含んでいた本だったと思います。はい で、えー、と3冊目はですね「えー、と武器としての交渉志思考」というタイトルの本になります。でこの本はですね、えー、とまあ、主に「交渉」というキーワードでまあ語られてるんですけれども、えー、とまあ、一般に交渉というとですねなんとなく自分が得たいものを得てまあ、こう得をしてやろうっていうようなシチュエーションで交渉っていう言葉が使われるんですけれども、まあ、この本の中ではまあそういうものではないと。で交渉っていうのは、まあ、例えば、えー、相手がそのこのまあ なんていうのかな例えば交渉が通った時にどういうふうに感じるのかっていうことを、まあ、もちろん考えなければいけないしさらにその、うん、例えば自分が得たいものに対して相手がそれどれぐらい興味があるのかまた相手が興味があるものに対して自分はどれぐらい興味がないのかとまあそういったところを考えて、まあ、お互いにその うーんまあ、より良い状態になれるような、まあ、妥協点を探していくというのが、まあ、交渉なんですよというような内容が、まあ、書いてあったと思います。で、えーとまあ、これまでですねその交渉っていうと、まあ、私はあ,のあんまりいい印象を持ってなかった、まあ、言葉だったんですけどもこの本を読んでからですね、えー、その交渉ということを、まあ、ポジティブに捉えて、まあ、ロジカルに考えて、うん、お互い何て言うのかなその、まあ、共通の目的に対してアクションを起こしたりとか、えー、より良いまあ,あの お互いの状態に対して、まあ、話を進めていくと、まあ、そういうようなことができるようになったんじゃないかなというふうに、まあ、感じています。はい。 で四、えー、冊目は、えー、問題解決に効く行為のデザイン思考法というタイトルの本になります。でこの本はですねえっ、ー、とまあデザインについて話をした本なんですけれどもまあその中でも特にその問題解決というところについてまあフォーカスをして書かれています。なのでまあ単純に、えー、壺が美しいとかえっ、ーうん、と家具が美しいとかですねまあそういうデザインではなくてまあその人がまあどのように普段生活をしていてまあどんな無意識 意識かのえー、まあ、課題を抱えているか。例えばこの本の表紙で例になっているのはまあ、エレベーターの開けるボタンと閉めるボタンってえー、まあ、見分けがつきにくいんじゃないですかと？とつきにくいですよね。というような提案をしています。で、じゃあそれをどうすればえー、まあ、より直感的に分かりやすいボタンになりますか？例えば丸とバツで書くとか、えー、実はこれちょっとあの画像がですね。あの書籍の帯で隠れちゃってるんですけども、例えばニコちゃんマークで口が、えー、パカッと開いている。 えー、顔のアイコンを開くにして、えーま、口をバッテンにしているものを閉じるとするとかですねあの、まあ、そうすることによって、まあ、いかにその人がふ、まあ、普段無意識に行動を制限されているのかまたそれをまあ解消した時にですね、まあ、どういう問題解決につながるのかというようなことをまあ意識させる内容でした。 でもちろんあのこのエレベーターのデザインのようにですね、まあ、あのシンプルで、まあ、すごく切れ味のいい回答、まあ、というか分かりやすいものもありますしもう少し、まあ、あの難しい課題に対しても実例を持って、まあ、どういうふうに解決していったかということが、まあ、説明されてたと思います。 で最後5冊目は「ですね仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」というタイトルの本です。でこの本はですねまあのタイトル通りですでま仕事ができる人っていうのがまあ筋トレをするということは私の直感からしてもまあおおむね正しいというかあの納得感のある話だなと思うんですけれどもまああの主にですねま書いてあった内容としてはまあその仕事ができる人っていうのはまず自己管理ができる人であると。つまりその 筋トレをしようと決めて、えーまあ、ちゃんと毎日こう、まあ、努力をしたりとか時間を作ったり、まあ、そういうことができるんだと,とか、えー、とあとは、まあ、そ,のそもそも仕事をすると、まあ、高いパフォーマンスを発揮するという上で、まあ、体が資本だということが、まあ、よく分かっているので、まあ、あの体のケアっていうのを欠かさないとかであとはですね、えーとまあ、そもそもその仕事を をしていく上でまあ、自分が乗り越えなければいけない課題とかですね、えー、まあ辛い状況っていうのがまあ仕事をしているとあるとでそういった状況にまあ向き合った時にですねまあ、筋トレっていうまあ、ある種まあ、その瞬間では辛いような、えー、こう日々の活動を乗り越えていることによって、まあ、いざあの仕事場でえ大きな課題に直面した時にもですねあのこう なんていうかカジバの力というわけじゃないんですけれども、まあ、そこでこう踏ん張って乗り越えることができると、まあそういったところもその筋トレのまメリットというかその仕事ができる人の、えー、筋トレの理由として挙げられてたと思います。はい、えー、今日は以上になります、えー。これからですね、あの毎週土日にこういったランキング形式で本をご紹介できればなというふうに思っています。で、もし何かあのご要望とかご質問とかあればぜひコメント欄にいただければと思います。はい、今日は以上になります。 よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。失礼します。